面白いですこれどうですかって言って面白いって言って、うん、でしょっていう関係性が理想だって言っていて、うん、まあそうだね、いざね就活始まるとね、うん、その気持ちはわかるけどね、すごい勉強になりましたでしたね、はい、ありがとうございます。こんにちは、エンタメ就活チャンネルの野です。萩原です。このチャンネルはエンタメ業界に就職したい学生に向けて有意義な情報をお届けする、はい、チャンネルです、はい。今回からは、このテレビ人24人のへの、うん、OB、OG 訪問ということで、はい、この本についてご紹介していきたいと思っております、はい、お願いします。前あれですよね、出版業界にやったので、はい、あのそちらの動画見てない方はぜひそっちも、出版業界気になる方は見てください。じゃあ今回の1本目ということで、はい、藤村忠久さんという方についてお話しさせていただこうかなって思うんですけど、ちょっとじゃあ紹介させていただきますね。まず北海道大学卒業後、北海道テレビに入社されている方で、はい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 、まず最初東京支社で、CM デスクを5年間してたんですけれど、その CM 何 CM デスク、 CM デスク、まあ、あの広告系ですよね。なるほどね。を、まあ、勤めた後に本社制作部、まあ、北海道の方に移動しまして、うん、一番有名な作品が水曜どうでしょう、うん、こちらの立ち上げを行った方ですね。まあ、現在もね、水曜どうでしょうというのが23本制作されていて、累計400万枚以上、まあ、DVD 化もされて売り上げを記録しているのが大ヒット作品です。なるほど。まあ、でもまさにこういったキャリアはあの憧れてる学生さんが多いんじゃないかなと思ってて、テレビ入ってもう本当にもう日本中誰もが知ってる名物企画、名物番組をもう自分で作って担当して、っていうのはね、すごい一つモデルケースだと思うので、いろいろ教えていただきたいなと思うんですけども、はい、なんかこう見ている学生の方が参考になりそうなお話とかって書いてありましたか？そうですね、まあ、まずためになりそうっていうよりかまずびっくりしたことが一つあって、はい、仕事への向き合い方が、はいはいはい、あの好きでやってるから辛くないって言ったんですけど、うん、すごいテレビの業界ってこう深夜までやったりするんですよ、うん、イメージあるよね。でもその後もこう深夜の麻雀やる感覚で、うん、楽しいから、なるほどね、次の日も全然できるし、うん、毎日もその遅くまでやって、ね、朝早くから仕事して、でもまた明日編集したいって思えるような、うん、好きでやってるからこそ熱中できるっていう良さを話していて、ね、これいつの本なんだろうね。今もまだ本当そんな時代なのかね、テレビ業界もね。そうですね、これいつだったかな。でも15年だもんね、まあ、7年前とはいえ、うん、まあ、もしかしたら今変わってるかもしれないけど、でもまあ彼が若手の時はもうその損壊の気合で仕事されてたってことですよね、うん、なるほど。すごく驚きましたね、うんうん、他なんかあった？そうですね、他に今、うん、この人はローカル局なので、そうですね、ローカル局の魅力についてもお話ししてくれていて、ほうほうほう、ローカル局、うん、非局に比べて少し知名度は下がってしまうんですか、まあ、そうだね。だからこう作品を作る時にもこうなんて言うんでしょう、絶対ヒットを出さなきゃいけないっていう、ね、キー局の前のとは違って常に上を追っかけて、うん、キー局を抜かしてやるぞっていう、ね、やる気で追っかけるのが楽しいって言ったのと、うん、まあ自然あふれる田舎で仕事もプライベートも充実できるという、うん、彼なりの、まあ、北海道の良さだね。まあ、確かに何事もさ、まあ、テレビで言うとそのじゃあキー局と地方局とかの関係もあるし、まあ、僕らで言う出版業界のさ、まあ、大手と中小とかさ、うんうん、あの分かんないけど、なんだろうね、そういう、なんかこう対立構造ってやっぱ一定あると思って、うん、どうしてもなんかさ、学生だからって多いじゃないけど、多くの人はさ、なんとなく大手の方がいいとか大きな看板の方が羨ましいと思っちゃうけど、でもなんかヒット作がそこでしか出ないかっていうとそういうわけじゃないと思うから、そうじゃないところに行って前を追っかけて刺しに行くみたいな方が好きな人とかは結構そういうところも就活見ていくといいかもなと思いますよね、うんうん、まあ、今まで聞いてきたお話聞いてきた方とか大手が多かったので、うんうん、なんかすごい新しい発見だなと思いました。かつさ、この間さ出演いただいたさ、あの出版業界の山中さん、うんうん、編集者の漫画編集者の山中さんとかも最初はどっちかというと中小から大手に転職されたじゃない、うん、だからさ、やっぱ中小で、まあ、今回の方もそうかもしれないけど、しっかりもう自分の看板となるさ企画とか作品が出れば、その後別にそれでいくらでもそのキャリア広がっていくだろうから、なんか意外とそういう意味でちょっともしかしたらだけど、中小の方が人が少ない分自分に早くその権限が回ってきて、うんうん、先にたくさん作品を作れて企画を作れて、結果的になんか自分の実績が大手の人よりも早くつくとか、なんかメリットもあるだろうし、なんかそこはなんかこう大手だから絶対いいって感じでは多分ないよね、うんうん、すごいいい発見になりましたね、とても。他なんかありました？そうですね、番組を作るときに大切にしていること、こちらも教えてくれて、いいですか？彼はマーケティングを考えないと、なるほど、
面白い、自分が面白いと信じたものを、うん、まあ、また自分でその作品を理解しているもの、うんうんうん、それを作るように心がけていて、うんうん、その理由として、うんうん、自分が面白さがわからないものを視聴者に届けるのは不誠実だと思うみたいで、うんうん、自分がもう自信を持って面白いです、これどうですかって言って面白いって言って、うん、でしょっていう関係性が理想だって言っていて、うん、なんかこれはまあエンタメ作りにすごく強調することかなって感じました、うん、そうだ、そうですよね、うん、確かに確かに。だから多分、あ、俺さ、テレビとか受けたことないかわかんないんだけど、多分就活でもなんかその企画ちょっと企画っぽいものを作るとか、うん、どういう番組が好きなんですかって聞かれること多いと思うから、その時にやっぱりいかに自分のこの好きを語れるかとか、とはいえマーケティング考えないとはいえ、なんか自分がこれがいいと思うからちょっと内容は伝えられないですけどやりますっていうので企画会議で通んないと思うから、なんでこれが面白いのかとか多分言語化してみんなにその社内の会議とかも伝えてるんじゃないかなと思っていて、前出演いただいたその出版業界の皆さんもやっぱりそのなんでそれが面白いのかとかっていうのはやっぱ自分の口で話せることっていうのはやっぱエンタメ人としてやっぱ大事なことだなっていうのは結構思っていて、そういう意味ではマーケティングは考えないのは確かそうだなと思いつつ、なぜこれを自分が面白いと思っているかっていうのはこう話せるように皆さんもその就活の面接とかで準備とかにしていけると結構いいんじゃないかなっていうのは思いましたね、うん、なるほどなるほど、うん、そうなんです、うん、まあそうだね。ということで今日はその北海道テレビの方の紹介でしたけど、うん、最後なんか他にもあったりします？最後は、うん、若者たちにメッセージを、おー、ありがたい、送ってくれていて、ルールを守るということに縛られないで緩さを持ってくださいということで、まあなんか今の若者たちが面接とかの時に社会問題をテーマにしたドキュメンタリーを作りたいんですとかいう方が多いらしくて、まあマスコミっていうのはその社会がこう大変な時とかに面白いエンタメの緩さを出すこととかが大事かなってあの藤村さんは考えてるみたいなので、そんなに固く考えすぎないで肩の力を抜いてくださいっていうメッセージを皆さんに。なるほど、それいいですね。なんか僕も先輩に就活の時に言われたアドバイスが一個すごいいいアドバイスがあって、就活の相談して、まあそろそろこういう就活の本っていろいろあるからさ、それを持って面接ってこうやってやればいいんですかみたいな質問しに行った時に、まずお前がやるべきは今すぐ持ってる就活も全部捨てろと言われて、そのもういわゆる量産型のみんながやってる就活したって意味ないだろうと。で結局仕事はそのまさに特にエンタメ業界であれば特に入ってからその企画の唯一さとかその人しかできないことっていうのは求められてるのに、なんで就活になったのかその量産型に合わせに行くんだみたいなのを言われて、僕は違う業界だったけど言われて、まあ、確かになと思って、でやっぱりね 4年間でやってきた学生生活は人それぞれ違うし、もっと言えば20何年間の人生とみんな違うわけだから、なんかフォーマットに合わせずにあの本当に自分がやりたいものはこれ であんたの会社はこうで、だから僕らが一緒にやっていいんですっていうここをしっかり、ね、あの自分の言葉で話していくっていうのは結構大事かなと思うので、だから言ってることが、まあ、ちょっと近いんじゃないかなというか、ちょっと共感できる内容だったかなとは思いました。うんうん、なるほどです。そうですね、固く考えすぎちゃうので私も就職活動してると、まあそうだね、いざね就活が始まるとね、うん、その気持ちはわかるけどね、どっかでもちょっとね緩さというか、うん、持つとひょっとしたらいいかもしれないですね、うんうん、はい、すごい勉強になりましたでしたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんもこの本を買って読んでみてください。はい、空島では現在インターンも募集しておりますので、うん、こちらもご確認ください。はい、お願いします。次回もこの本について語っていきますので、はい、またそちらもご確認ください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございます。漫画編集者などエンタメ業界志望の皆さん、漫画編集者インターンにチャレンジしませんか？アシスタントなどではなく、一つの作品の責任者として企画作り、チーム集め、打ち合わせ、制作進行など漫画編集者に必要な経験を積むことができます。現役インターン生のインタビュー記事もぜひ読んでみてください。インターンの申し込みは概要欄から。